は私たちが聖ペテロの使徒座の祝いを祝います。ちょうど四旬節の中ですから良かったと思います。私たちもこの四旬節の間に聖ペテロが宣言した告白した信仰の告白を自ら言うことができるように戦います。祈ります。私たちの断食、私たちの祈り、私たちの施しはそのためで、信仰を深め、信仰を告白する。聖ペテロが新しい大祭司として、異邦人のところで言うことができない神の名前を告白した。大祭司は神殿の中で年一回だけ入って、その名前を言いました。ユダヤ人が神の名を言うことができなかった。で、大祭司は、ヨンキプールの日に、許しの日に、神殿の最も聖なるところに入って、そしてその名前を、許しを頼むために言う。で、イエス・キリストが、神でありながら、聖ペテロと弟子たちを、異邦人のところに連れてて、そしてその質問を出す。ここでは、皆さんが、私が誰であるかを、みんなが預言者。異邦人も、イエス・キリストは、あまあ素晴らしい人でしたよ。いい言葉言ったよ。誰でも彼が悪いと言ってない。けどあなた方、教会であるあなた方は、どう思う？で、ペテロが名前を言った。あなたは神の子、生ける神の子であると。天から下った特別な啓示。肉による、血による、理性によるの告白のではなく、天から下って彼の中にこの啓示が入って、信仰の告白になります。ヨンキプール。現在、この世ではみんな怖い。みんな何もわからない。みんな本当に絶望しています。自殺する人が多い。でも、恐怖たちが言ってる通り、信仰の告白が来ると、死は終わります。永遠の命が現れます。聖アンブロジオはこう言ってます。聖ペテロが来ると、教会が来られます。教会が来られるところでは、死が終わり、永遠の命が現れます。私たちはこの信仰の告白として、この世では永遠の命を表す。だからどうでもいい。私たちが罪人である。めちゃくちゃである。けど、この信仰があれば、イエス・キリスト、十字架に貼り付けられたキリスト、私の人生に貼り付けられたキリスト、私の難しい状態の中にいるキリストを見て、経験して、その告白をすると、この世が救われます。この世に永遠の命が現れます。仕事のところ、家事をしたところとか、いろんなところに行っていると、私たちが永遠の命をもたらす。そのために選ばれたね。そのために毎日祈ります。自分が救われるためではないよ。だけではない。キリストを知り、深めて、親しくて、そしてキリストの名をどこにも述べ伝えます。